どうも、ライド仮面図が結構楽しみなレオンチャンネルです。つい先日、仮面図のエピソード0っていうのが公開されて、しかもこれ、高橋優也さんが書いてるんですよ。まあもともと、ライド仮面図自体が高橋優也さんがメインの話を書いてますから、なので、エグゼード01、ギーツとハマった僕らとしては非常に楽しみなんだけど、この間のリアルイベントで、どうやら先行公開っていうか、配布されてたんだ。公式ウェブの方でも公開されて、早速、読みました。まあ皆さんもご自分でそれぞれ読んでもらえればなと思うんだけど、ざっくり言うと、主人公のお父さんがどうやって仮面ライダーのエージェントになったかっていうのがわかる話で、前提として仮面図の主人公っていうのは男女どちらでも OK なんだけど、コスモス財閥の後継者、亡き父が仮面ライダーのサポートをするエージェントだったことを知り、自らもエージェントとして先代の後を継ぐことを決意、執事のレオンと共に仮面ライダーの拠点となるライダーステーションと、その世間的な隠れ意味のである通称仮面カフェを運営っていうキャラクター性があって、なので財閥のお坊ちゃんお嬢ちゃんなんだよね。これね、読んでいくと、もともとは大学の社交クラブで意気投合した始まりの4人的なキャラクターがいるらしくって、それが白学な男、白情な男、誠実な男、私っていうのは主人公のお父さんね。でいつもその社交クラブで仮面をはめていろいろ語り合ってて仲が良かったんだけど、人が仮面をかぶることなく本能のままに生きられる世界はいつ訪れるのだろうかみたいな感じで、こう意識高い系の会話をする中で、じゃあ俺らも仮面取ってみようぜって言って4人が仮面を取ってみたんだけど、なんか取ったところで何も変わんねえなみたいな、なんか大学の盟友だったのに、なんかそれ以来会わなくなっちゃったみたいな。で時は経って、ゲームの舞台の虹ヶ押しっていうのはどうやらカオスイズムっていう秘密結社に牛耳られてるぞと、要はもう完全にショッカーなんですよね、カオスイズムっていうのは。で主人公が財閥の力を使って秘密基地に乗り込んだところを改造されてるやつがいて、でそれでカオストーンをその改造途中のやつにかざすことで、てかまあ本郷たけしっすよね、本郷たけしを助けたみたいな。でその助けたキャラクターっていうのが始まりの4人のうちの1人で、それが誠実な男ね。なんとか誠実な男のカオストーンを事前に入手してたみたいで、記憶が戻って、なぜお前がみたいな、お前が助けてくれたのかみたいな感じで、で2人で逃亡するんだけど、こんなことするような秘密結社は、要はカオスイズムは潰すしかないみたいな。コスモス財閥の財力でライダーシステムを解析して戦う準備もできたから、再度カオスイズムに潜入するんだけど、そこで別の仮面ライダーと鉢合わせて、誠実な男と敵ライダーは戦うんだけど、その敵ライダーを倒したら、なんと始まりの4人のうちの1人の白情な男だったと。ただほぼ相打ちになってしまって、大ピンチのところでカオスイズムの首領が現れて、首領っていう風に崇められてる、その男の正体っていうのが始まりの4人のうちの1人の白学な男だったと。人が仮面を被ることなく本能のままに生きられる世界、それこそがカオスイズムの理想郷、要は嘘がない世界を目指すってことなのかな。これはコードギアスですね。シャルル・ジー・ブリタニアがそんな世界を作ろうとしてたよね。そう言うと、相打ちになった2人からカオストーンを取り出して、それを見た私が狩猟に飛びかかって、で気がつくと主人公はカオスイズムの外の森にいたんだけど、その手には誠実な男、一番最初に仮面ライダーになった男のカオストーンが握られていて、カオスイズムに対抗すべく動き出した。でここからカオスイズムに対抗すべく、某巨大テクノロジー企業と共同して作ったのがライダーステーションだって。でここまでが実は手記だったと。でなんでこういう手記を残したかっていうと、まあ、万が一自分の命が失われることがあったとしても、自分の子供にこの意思を継いでもらうため。カオスイズムは歴史の改ざんとかもできるらしくって、グリオン様みたいなことするな。初代仮面ライダーのカオストーンが道しるべになって導いてくれるに違いない。まだ運命を知らぬ我が子よ、いつか君がエージェントとしての人生を歩む道を選んだとしたら、多くの仮面ライダーと絆を深めて共に戦い抜いてくれる君を心から応援したいと思う。この世界の未来は我々エージェントの手にかかっている。で初期が終わってるわけね。コスモス財閥にはレオンっていうスーパー執事がいますから、おそらくスーパー執事にこの初期が託されて、それを主人公が渡されてエージェントとして生きていくことを決めるみたいな、そういうことなのかな。残念ながらご主人様に選択肢はございません。あとこのレオン自体も薄緑の色が使われてますから、始まりのカオストーン1号の本物の1号のカオストーンが使えるとか、そういうやつなんじゃない。最後は新1号でレオンが91号とか、いやー妄想がはかどるな。カオスイズム側も全員公開されましたけど、これね7人いるらしくって、仮面ライダー
で7っていう数字だと栄光の7人ライダー、栄光の7人ライダーがモチーフに入ってるんじゃないかなと思ってカラーリングとか見たけど、強引にでも結びつけられる要素は意外となかったかな。まあこれが1号っぽいから、あX っぽいカラーがね、シルバー系、シルバーグレー系が2人いるし、赤っぽいので V3 とか言えるけど、まあストロンガーもそうか。でもこういうマゼンタっぽいやつはいないし、どうやらこれが七冠部プラス狩猟がまた別でいるようだね。あとは全くのハテナキャラクターもいるので、これがお父さんとかなんじゃない、その死んだと思ってた主人公の。まあでも高橋優也さん脚本はな、予想外の方向から来るからな。てか片身の石っていうのが新たに公開されてた。主人公が仙台エージェントである亡き父から片身として授けられ、常に持ち歩いてる不思議な石、物語の鍵を握る重要アイテムで、これ誠実な男の顔ストーンでしょ。初代仮面ライダーの顔ストーンじゃん絶対。ダブルの意味で片身になってるわけね。で前に公開されてなかったゲームシステムも公開されてて、もうほぼほぼもう出るんじゃない。初夏っていうとまあ6月ぐらいのイメージだけど、なんかもう5月ぐらいにリリースされそうな、ゴールデンウィークぐらいにリリースされそうな勢いだけどね。脚本家高橋優也氏が綴る完全オリジナルストーリー、これギーツより先に作ってたんだって。まあゲーム開発なんて数年かかるから、そりゃそうだよな。全14章の大ボリュームで送るメインストーリー第1部は全編フルボイス、第1部は全編フルボイスだから、まあ、最近ソシャゲもねエコ運営とかがあるので、あとは売り上げ次第だよな。僕がやってるゲームとかでもやっぱ途中からボイスがなくなったりとか、パートボイスだけはっふーとかさ、そういうエコ運営されちゃったりするからな。まあでも女性向けアプリって元気は元気なんだっけ、読み物ゲーですよね。豊富なモーションやスチールなどでキャラクターの感情表現を楽しもう。キャラクターエピソードやクラス別エピソードなど多種多様なストーリーを解放し、16人の仮面ライダーたちの個性や関係性について深く知ろう。で、期間限定イベントとかかな。あとはキャラクターストーリー、まあ、これもよくありがちですね。キャラごとの個別ストーリーもあって、クラスストーリー、あーなるほどね。ジャスティライドとかマッドガイとかのそういうチームとしてのエピソードもあるわけだ。でもあれだね、 A3 が作ってるからやっぱすごいちゃんとしてるね。バンナムが作るともうちょっとさっぱりとした UI とかになるイメージだけど、慣れてるところが作るとおしゃれだな。メニューとかがさなかなか出ないから、この辺が出てこないと評価しづらいなと思ったけど、要はさ UC エンゲージとかってすごいバンナムっぽいんですよね。このシステマチックなさっぱりとか、まあ見やすいっちゃ見やすいんだけど、あの過去にあったライダーゲームとかもこういう感じだったよねみたいな、すごくシステマチックで、まあ世界観っていうかバンナムみたいな、そう果たしてこれはガンダムっぽい世界観なのかみたいな。とはいえ UC エンゲージめっちゃ人気だけどね。その辺がバンナム全みたいな感じになってないといいなって思ったけど、それは大丈夫そうだ。仮面ライダーたちと共に街を調査し、カオストーンを手に入れよう。調査中の行動一つ一つが最終的に手にするカオストーンの強さに影響。そっか、カオストーンを手に入れて変身能力が手に入ると記憶も取り戻すってことになるのか。ポイント1、仮面ライダーたちと共に虹川市の各地区のさまざまなスポットを訪れ、市民と交流したり依頼解決をすることで仮面ライダーたちの感情が蓄積していく。登場キャラ全員過去の記憶を失ってますからね、改造によって。全てのカードごとに異なる全4の調査ストーリー、サポートエピソードとともに調査を楽しもう。さらに調査中の行動に応じて仮面ライダーたちの日常が垣間見えるさまざまなエピソードが発生。調査ストーリー最終話と変身演出が2種類に分岐。あ、闇っぽい感じと光っぽい感じにカオスとローに分かれるんだ。あ、バトル、調査で獲得したカオストーンで仮面ライダーに力を与え、バトルで敵を倒そう。スキルはオートで発動するため難しい操作は不要なシンプルプレイが可能。この辺はいいね。もうスマホゲーはこんなもんでいいんすよ、オートバトルで。ゲーム性があんまり高まると今度めんどくさくなっちゃうからね。で、手持ちキャラクターも三頭身かな。結構さ、僕の動画のコメントでも、いや仮面ライダーなんだから仮面つけろよみたいなコメントも多いけど、イケメン隠したらライド仮面じゃないから。ただちゃんとこれチームごとにその仮面の形の意味があって、まあ、その辺も前解説しましたけど、片目だけ隠れてるとか口だけ隠れてるとか猫耳があるとか、コンセプトが統一されてるので、そういうのもねきっちり読み解くのが楽しいと思うよ。属性やスキルの組み合わせなど最適なカオストーンの編成にチャレンジ。仮面ライダーそれぞれの個性を発揮する必殺技で敵に勝利しよう。で、拠点は仮面カフェ、こういう風になるわけね。キャラクター同士の会話を聞いたり衣装チェンジを楽しもう。おー、 UI やっぱいいな。ライダーフォンでは仮面ライダーたちからのメッセージを受信。うん、まあでもありがちっちゃありがちだね、こうメッセージアプリでさ
交流するやつ、親愛レベルを高めることでキャラクターの専用ボイスやエピソードが解放。まあ本当ありがちだけど、だからこそ取っつけやすいかな。こんなところか。ちょっと画面もちょっと詳しく見ると、これが読み物パートかな。後ろに調査中5ターンみたいな書いてあるもんね。前半パート、あと8ターン。これなんだろう、何かそういうモチーフとなってるゲームがあるのかな。で、会話ログ、設定、あとはレッド、ブルー、イエロー、グリーン、アトリエ、ふと、スケボー広場、市場、カラーに分かれてますね。コネクティング、気力が要はスタミナか。で、ループ、スキップ、テキスト、オート、前半ターン中に目標を達成してレオンに報告しよう。あとはマップを見ると、どこがそのキャラクターとの相性がいいかっていうのが表示されてますね。これもスタミナかな。で、ストーン、まあこれガチャ石ですね。お金があって、 BP は何だろう。1日にキャラクターとやり取りできる回数とかかな。要はガチャでこのイラストカードみたいなのをゲットする、まあキャラカードみたいなのをゲットする形になるのかな。で、それごとにサブクエがあるみたいな。キャラごとにその SSR とかノーマルとかレアのカードがあるとかなのかな。戦闘画面、戦闘はこれは HP なのかアタックポイントなのか、あんまり情報量も多くない感じだけど、エネミー HP、 あ、なんか敵のザコライダーかザコ怪人かと戦ってますね。スキップは必殺技スキップっぽいな。で、デッキは4人ワンセットだ。キャラは4人用意する形だけど、属性がそれぞれあって、基礎戦闘能力、スキル効果、バトルスキル数、バトルスキル数なんだろう。で、敵の戦闘力があって、まあここで推奨戦闘能力が分かると。で、バトル有利属性、色がイエロー、ブルー、レッド、グリーンっていうのが属性なわけね。まとめて挑戦とか、あ、もうこういう最低限のねやつがないとね、後からシステム追加じゃなくて、今あるソシャゲのシステムは最初から全部のせいじゃないとみんなやってくんないよね。で、スマホのメッセージアプリを使って、まあ、こういうメッセージができる。この辺の UI は本当にいいと思う。親愛レベルアップは高めていくことで報酬とかクラスレベルとかも上がっていくわけね。まあでもやっぱり分かりやすいソシャゲだな。これは非常にとっつきやすそうですね。ってことで、いろんなゲームシステムとかも解禁されておりますので、いや、高橋優也さん作品だからさ、もう楽しみでしょうがないんだよね。これを早くリリースしてテキスト読みたいぜ。ではこのリンク貼っておきます。以上、レオンチャンネルでした。